万主とは、番を編成して、宿直警護にあたるもの協議においては幕府に詰めて将軍を呼び、御所の警護にあたるものを指す。幕府の万主のもとは、鎌倉幕府の源の頼朝時代に弓矢に優れた、側近の御家にを日夜新辺に置いたことに由来すると、される。源の佐根友の暗殺後、小侍所が設置され、 6番制によって1日1番の骨外が編成された。骨外の中にも近所番、久し番、毛質疑番などが設けられ、有力御家人の指定が認ぜられた。彼らは将軍近所層を形成して、時には執権勢力と対抗関係となり、政治的紛争の原因となった。室町幕府も同様の制度を整備し、後に5番制の方向集へと発展する。 彼らは、将軍の警護のみならず、ご領所の経営委任や、事故の所領に対する単線の経済みや、守護不入などの特権を得て、将軍直属の軍事力の中核となった。さらに、番主の概念が、武士の身分、価格付けにも応用され、昭番守や、国守、孟室二守、内岸守などの故障が生じた。江戸幕府においても室町幕府の制度は、 受け古実として尊重され、その一部は旗本、御家人制度にも導入された。すなわち、書院版、奏者版、使い版などの将軍禁止、敬語の役職に、番主制度が取り入れられたのである。ありがとうございます。